守護の天使というのは、まあ後でまあ天使の仕事なんていうのが出てくると、確かにあの聖書の中に、あれはイエス自身が言っている言葉、あの幼い子の一人一人に天使がついて守っているというふうな言葉があって、あのまあそこからすぐ守護の天使ということが全部出てくるわけじゃないんでしょうけども、でもあの一人一人にあの神様が特別に守護の天使をつけてくださっている、そしてその歩みをあの導く、まあ、その耳を傾ける心構えさえあれば、助けてくださるように取り上がってくださっているという、それはもうとってもあのまあそういうことはありえないというか、バカバカしいと感じる人もいるかもしれませんけれども、あの私その話で非常に今あの思い出しますのは、あの岩下総一という、あの私学生時代に非常にあの、まあ、勉強させていただいた、思想家なんですけども、もともとあの岩下総一という人物はあの日本で有名な哲学者といえば和津井哲郎とか天野貞悠とか、そういう人たちと同門 の、 あの東大でケーベル博士の下で学んだあの学生なんですね。そしてケーベル博士が卒業論文で100点じゃなくて100何十点かつけたというあのそういう論文を書いて卒業したんですね。アウグスティヌスの神国論という書物をフランス語で書いて提出して、後であのそれは岩波現代草書かなんかで出ましたけれども、その岩下神父が、岩下総一があの最初は東京大学の中世哲学の講座を担任する予定で文部省からヨーロッパに派遣されていたところが、ヨーロッパにいる間に神父になって日本に帰ってきて、そして父親が経営していた富士の裾野のハンセン氏病の病院の院長を任せられて、であのハンセン氏病の病院の院長を兼ねをすると同時に、その父親はあの富士の裾野に広大なあの茶畑を経営してて、そこに小学校も建てたくらいなんですね。でその小学校でもその岩下総一神父を教えてたらしいんですけれども、そこで、まあ、あのこういう言葉を使って失礼ですけれども、花を垂らしたこの小学校の子どもたちを教えるのは決して張り合いのあることとは言えないかもしれない、で習うことならあの時々東京に出て行って、あの非常に、知性にあふれる、学生たちを相手に談論を風発する方がずっと愉快だろうと。しかしそこで思うことは、この一人一人の子どもにみんな守護の天使がついて、導いて守っているということを思うと本当にありがたくなって、そのここで教えることにとっても意味があると私は思いますなことを言っているところがあるんですね。まあ、人間らしさということと天使ということがどう関わってくるかという問題もですけれども、私はあの人間らしさという言い方、人間味とか本当の人間、なんか超人間とか、なんかただ理想だけのこう人間っていうんじゃなくて、人間らしさという、それは我々が考えるときにね、非常にやっぱりあの一つの落とし穴があると思うんですね。やっぱりほら、例えば私がなんかこう前の晩一生懸命勉強してここで講義してたまたま出来が良かったら、ああ稲垣先生の講義は非常に人間的だとは誰も言わないんですね。あ、なんか難しい話だとところが私がなんかそこで言葉に詰まったりしてね、うろうろして、まあ涙流すとこまでいかなくてもうろたえると、ああ先生は人間らしいと
まあ、そういう傾向があるじゃないですか、我々は。やっぱり先のことわからないでね、突っ走って転んじゃったとか、そこで人間らしいとか、あるいは本当にやるべきことをやらないで、こうなんかに押し流されて、こういうことをやっちゃったというところで酔っ払っちゃったとか、なんかで人間らしさ、そこでいう人間らしさっていうのは本当に人間らしさなんだろうかと。まあ、もちろん人間らしさということが適用される一つの要領ではありますね。非常にかけ離れた話になって申し訳ないんですけれども、ちょっとキリストの話になって、キリストが十字架の上で非常に苦しまれたと、私はお見捨てになったんですかと、父よというふうにね、おっしゃるくらい、もう見捨てられたという、そのくらい苦しい身を体験された。でもトマスに言わせると、ということはしかし、その神様は確かにそこである意味でキリストを見放された、そうだと、そう言うんです、はっきりトマスは。だからトマスはね、とっても我々って意外なことを言うんですね。まあ、その一つだ例だと思いますけども。だからお見捨てになった、それはそうだけれども、同時に神様との親密なつながりは失われていないと言うんですよ。それは分からないですね、どうしてかというようなことは。それをなんか心理的に説明しようとするとおかしなことになる。でもそれは我々が信じていることはそうだというふうに当然。そこで問題なのは、いや、そこでもし本当に見捨てられなくて、神様を顔と顔と合わせて見るというような、そういう境地に、その苦悶の最中にイエスが現れたとすると、もう人間ではないと言いたくなる人が出てくる。カール・ラーナーという神学者もそう言うんですね。やっぱり先が見えないとか、なんかこう事務からこう外れていくことがやっぱり人間らしさなんだと、神学者もそう言うわけですよ。でもそうなのかという疑問がありましてね。やっぱりだから、人間らしさという言葉を使うときにはとっても気をつけなきゃいかんだろうと私は思うんですね。人間の弱さとか限界は確かに人間にから切り離せないし、それに否定するわけにはいかない。でもそれを人間らしさとして大事にするというのは、どっかこうやっぱり気をつけないといけないことで、そうすると天使と人間、天使がコンパニオンで、我々がこうね、天使のようにということは、なんか人間から離れていくような感じを与えるかもしれないけど、実はそうじゃないんじゃないかと。本当に人間が人間になっていくという時のコンパニオンに天使はやっぱりなりうると。あるという言葉を私たちが自分で発してね、それについて何か理解する時には、いつもそこでね、何らかのリフレクションがあるわけですね。あなた方が、私も含めてみんな私たちがある、あるいは私っていう時の、その私っていうのはね、なんかここにあるというのをこう指し示せるもんじゃなくて、あると言ってる、あるいは私と言ってる、その単純極まるような言葉の中にあるリフレクションが含まれているわけですよ。自分に立ち返るという。つまり、あるということはいつも自分に立ち返るというところで、あるということが確認されると思いますね。だから私は、子供が言葉を覚えますでしょう。子供を育てる時の私の仕事はお風呂に入れることでしたけれども、ある時お風呂に入れてる時に、この子は言葉を使うことができるっていうか、言葉が話せるということを発見して、驚きのあまり、フロニアの子供を落とすようになったんですね。つまり、この子はもうそこにあるものじゃなくて、私とコミュニケーションを交わすような、そういうものだということが分かったんですね。言葉を使うということはそういうことでしょう。コミュニケーションということがない、単なる信号じゃないわけですね。何かを共有するわけですよ。コミュニケーションというのは共有するということだから、離れてあるものが一つになるわけですよ、コミュニケートすると。
それが言葉ですよね。そういうことができるのがパーソンだと思いますね。パーソンは本当にそのコミュニケーションという交わりにおいて一つになれるわけですよ。一つになれる、あなたは少し楽天的じゃないかと言えばそうかもしれません。でもそういうキャパシティなんですね。それはなぜかというと、パーソンという存在自身が自分の中にコミュニケーションを含んでいる。つまりリフレクションというのは一種のコミュニケーションですよ。そうすると私はあるということはそれ自体の中に交わりを含んでいるようなものだと。ある即交わりだとは言えませんけどね。でもあるっていう時にそれをなんか天皇に考えちゃいけない。それはやっぱり交わりだ。一つになる、一つである。あるものは本当一つであるわけですよ。アイデンティカルなね、自己自身と一つであるからあるわけですよ。絶えず他のものに変化して、私はいつもそういう話をするんですけれども、これはこう見るとここにあるように見えましょう。しかし例えば1億年というふうな、時間のスパンで考えると、これは目の前で崩れていって形はありませんよ。あるって言えるのはそれを私が見ているこの私の精神は、しかしそういう時の移ろいに耐えてあると言える、そういう存在がパーソンであり精神であると。そういうペルソナ的存在論っていうものを私は天使の場合もね、適用すれば天使というその我々が呼んでいるものが本当にあるということがかなり生き生きとこう感じられてくる。まあ私は天使に呼びかけられたとか、その実際にコミュニケーションをやったとかそういうことは申しませんけれども、でもその可能性はね非常にあるし、そういう我々のコミュニケーションの場の中に天使は非常に自然に入ってくることができる、そういう存在だ。そこにあるということがね定着するんじゃないか。物体の世界にはなかなかないわけですよね。天使が我々の世界に現れるときには大概人間の衣を着て、あれは単なる衣だというんですね。体じゃない。まあ羽生えしているのはもちろん彼の、仕事というか職務を表しているわけですけども、旧約聖書の飛び焼きの中でラファエルが、私があなたと一緒にいた時にとトビアに言うわけですね。私は物を食べたりなんかしましたけれども本当に食べていたわけではありません、みたいなことをいろいろ言うんですね。だから私は人間の姿をしてあなたと一緒に旅をしましたけれども、それは仮の姿です。だから天使が我々の目に見える姿で現れるということがもしあるとすれば、それは仮の姿ですね。仮の姿で見られたものはやっぱり非常にファンタジーのようなものになりがちで、ファンタジーとして片付けるわけにはいきませんけれども、やっぱり天使学というのはそこでやるわけにはいかないと思うんですね。それは信仰の世界として大事にしなきゃいけないけれども、私たちが天使は実在するということを考えていく時のその実在あるというその存在論の出発点は、やっぱりこれまでの存在論からはかなりこう考え方を変えなきゃいけない。新約聖書になると、ヨハネという人の書簡の中に、神は愛である、アガペイであるという、そういう言葉が出てきますよね。神は私たちを愛してくださるというだけじゃなくて、神はアガペイである、神の本質と言えるかどうか分かりませんけれども、神という最も完全なペルソナをアガペイという、あるという言葉でそこで私たちに示してくださるということは、私にはへりくつかもしれませんけど、あるという言葉の意味を探っていく一つの大きな手がかりになると思うんですね。あるというのはここに伝としてあって、こう壊れないとかそういう意味じゃなくて、あるっていうのは愛するということと深くつながると、つまり
こういう言葉を吐く資格は私にはないんですけれども、愛するっていうのは自分を最善の仕方で与えることだというふうにトマスは言うんですね。自分を最高度の仕方で与える、そこに良さとか愛の本質があると、そういうふうに申します。そうしますと、あるということが本当に現れてくるのはね、これは私だ、他何者でもないって言って頑張るところにあるが現れるんじゃなくてね、あなたのためなら私の全てを差し上げますというようなところであるが現れるという考え方がどっかでね、非常に大事だと思うわけですよ。だからマルセルというフランスの哲学者が、私はあなたを愛しますということは、あなたは永遠に存在しますというその証と同じですよというんですね。愛しますということはもう、あなたに私の存在を与えます、全て差し上げますということでもあるし、あなたは存在するという宣言なんですね。だからフランス人がジュテームという時には、あなたはある、あなたは永遠であると宣言しているというふうにマルセルは申しますけれども、それは私はとっても魅力的な考え方だと。そしてそれは私たちがあるということをペルソナに基づいて考えていく時のね、一つの大きなヒントになるというふうに考えるわけです。で、そういうところであるということを考えてまいりますと、私たちは天使を何か非常にね、私たちが私というものはなんかどこにあるかと言われると非常に困るけれども、でもあるということが確認できる。いろんなことを疑っていて、私があるということを疑うことはできないというのはデカルトの言うことですけれども、でもやっぱりそれはすごい発言だと思うんですね。あるという、どこにあるかと言われてあるようなあるじゃないんですね。だからデカルトがそこからいろんなあるを紡ぎ出したのはちょっと問題だったと私は思うんですけれども、でもあるということをどこで確認するかというところを私という、むしろそこでペルソナと言ってくれればもっとよかったと思うんですけれども、まあそういうところであるという問題をこう考え直すことで、あるいはあるという我々が使っている最もありふれた言葉を、それはどういう意味かということを確認するところから再出発すれば、私は天使のリアルな存在ということはかなり説得的に証明はできなくても、かなり説得的に論じることができるんじゃないかというふうに今考えているんですね。